明けましておめでとうございます。東国原秀夫です。9年中は徳永宮崎県知事選において皆様方には本当に大変お世話になりました。本当ご支援ご声援ご協力と賜りまして本当にありがとうございました。また今年もよろしくどうぞお願い申し上げます。この部屋はですね、去年10月の末に私がコロナに感染した時にですね、ここで自宅療養をしていた部屋です。なんか懐かしいですね。でですね、ここのとこですね、ちょっと気になったことがありましてね、これギャグでも笑いでもなんでもないんですけど、抜け毛がですね、すごいんですよ。まあ、今までも抜け毛があったんですけども、特にこの2、3ヶ月ですね、もうなんか部屋にはいっぱい落ちてますしね。ほんでシャンプーするなんかしてシャンプーがこうやってこうあれって言って流れていくんですよ。お前さ足で止めたりしもったいないですもんね。これ貴重なんですよ。ほらもうだから、まあ、原因はですね、やっぱあれですかね、まあ、カレーというのもあるんですけども、選挙の激務プレッシャー、それと僕は気にしてもしょうがないですからね。もうこんな見た目ですし、まあまあしょうがないですよね。まあでも、今年ですね、どういう方向で行動活動していくかというね、まだですね、決めてはいません。まあ白紙って言いますかですね、ニュートラルに考えようかなと思ってます。まあ、ブログにもちょっと細かく書かせていただいたんですけど、皆さんと、まあね、ご相談しながらですね、ご相談させてもらいながら、ちょっと今後の行動とか活動は決めていきたいなとは思っております。まあ、とりあえずですね、今ですね、体をちょっと休めて、もうとにかくですね、選挙戦でね、ほんと限界まで来ましたからね、気力、体力が。で、それをちょっと影響を養って、ちょっと充電、パワーをですね、貯めてですね、それで、今後のことをですね、考えていこうかなと思っております。はい。ということで、新年のですね、ご挨拶でした。9年中本当にお世話になりました。ありがとうございました。また、今年も今後ともよろしくどうぞお願い申し上げます。はい。これ自分で選択ね。